ホーム、日吉駅は、京都府南丹市日吉町方の出し屋にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅、旧日吉町の中心駅であった。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎は、南丹市日吉町の交流センターとの合築となっており、ホーム福知山寄りから、校内踏切でつながっている。綾部駅管理の簡易委託駅で、日中のみ。 ポスター末による発見を行っている。2021年3月13日から、アイコカ等の全国総合利用サービスに対応した、交通系 IC カードが利用可能となっている。旧駅舎時代から引き続きキヨスクが営業している。電化改良工事前は1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線の Y 字分岐で、制限速度は時速6 0トルであった。 電化改良工事後は1番乗り場を上下本線、2番乗り場を上下副本線とした一線スルーとなっている。なお、1番乗り場は主として特急の通過に使われ、停車列車は基本的に2番乗り場に停車する。1番乗り場への停車があるのは普通列車同士の行き違いの時や上り停車特急に限られる。そのため、ホーム有工長は7両分もある。 なお2010年3月13日改正ダイヤにおいて、日中は東駅で、上り普通列車が、下りの普通列車、特急と日本連続で行き違いをするため、2番乗り場に、上り普通列車が入り、1番乗り場を降り普通列車が、通る形になっている。そのため、一見すれば右側通行のような形になっている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。 一日の平均乗降人員は以下の通りである。南端市営バス、宮間町自然文化村、かやぶきの里への観光輸送のほか、市内各集落を結んでいる。宮間その目線以外は一日数便ずつの運行となっているので注意されたい。詳細は、上記項目及び南端市公式サイトを参照。当駅に一部が停車する、木の先、の隣の停車駅は、 隠れ死者記事を参照のこと、戸野駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。